どうも原田理事です。今回ですね、心霊スポット茨城に行きます。そこでまた山形から阿部さんに来ていただいて同行していただこうと思います。今阿部さんと待ち合わせしてますので、と言いながらももう阿部さんいらっしゃいました。おはようございます。おはようございます。どうもどうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっとこう視聴者の皆様にも、はい、ちょっと嬉しいこうプレゼントがプレゼントあります。本当ですか。はい、じゃあそれじゃあ後ほど楽しみにしてます。よろしくお願いします。よろしくします、まあ、今回茨城に行こうと思うんですけど、はい、はい、でここからちょっと出発して、はい、でまあ従来だともう心霊スポットを巡るっていうことなんですけど、結構面白そうなというか、はい、うん、ちょっと興味深い、神社にまずちょっと日のあるうちに行ってみたいなと思ってるんですね。なのでまたそれは中でおいおい、わかりました、はい、お話ししたいと思いますので、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ、全国心霊スポット、まあ、巡りしている中で、はい、今日は茨城編ということで、あ、ついに、はい、茨城に向かってるんですけども、まずですね、お岩神社という、はい、ここも由緒正しいお社なんですけども、大変有名だそうです、ね、もうパワースポットと言っていいですよね。はい、はい、大変有名で、うん、なんか全国の神様を一度にお参りというか、はい、参拝できるということで、うん、だここにお参りすると全国の神様にお参りしたことと同じご利益があるという、はい、そうみたいです ね、 ね、言われている場所、大変楽しみですですね。まあその他にもトンネル、トンネルは、はい、いつもの、うん、はい、トンネルと寺か、寺、はい、詐欺寺っていうふうに言われてる、ちゃんとした、ね、あの名前はなんとか寺ってのがあるんでしょうけどね、はい、あとまあ何か所か、はい、ちょっと予定してるんですけども、はい、でまあ我々常日頃からね、心霊スポットを巡ってますけども、まあ、今日まず最初に行く小岩神社なんかは、うん、まあ、先ほども言ったようにパワースポットとしても名高いし、はい、なんかこの人間 TV って我々の道をこう改めて振り返ってみたりすると、はい、なんか巡礼者のような、そうですね、うん、そういったニュアンスもあるような気がしてるんですよね。そうですね。なので、まあ、今回、まあ、もちろんいつものように心霊スポットも行くんですけども、そういったパワースポットと言われているようなそのスピリチュアルな、はい、力もいただけるような場所なんかにも今後もまたさらに巡ってみたいなっていう気持ちもまたあるんですけどね。霊がいるところを巡るわけですから、うん、はい、まあ、聖地を巡礼するわけじゃないので、うん、巡礼って霊を巡るわけですから、はいはい、だからそういったところも一つの修行として、うんうん、よくコメントにある最近原田さん霊感ついてんじゃないのみたいなのあるんですけども、はい、僕もやっぱり慣れてくれば必ず開花するもんだと思うので、うんうん、そういった点ではこう、まあ、遊び半分で行ってないんで僕らは、はい、うん、とてもいいことだと思います、うん、まあ、霊言も持って行ってますんで、そうですね、はい、そういったこともこう行く先々で学びながら実際に行って何かを感じながら、はい、これからも、まあ、突き進んでいけたらなっていうふうには思ってるんですけどね。そうですね、はい、最近コメント欄でも、もうこれは心霊チャンネルとか、まあ、ホラーチャンネルじゃない見方をしてくれる人が結構増えてるというか、うん、今から原田さんのお話でもありましたけれども、なんか我々はなんかこう目に見えないものにこう真摯に向き合うっていうスタンスをなんかこう言ってくださる方がすごい多いじゃないですか。なんかそういうのも踏まえて、霊だけじゃなく、まあ、それなんかただ怖がるだけとかじゃなく、いろんなものをなんか勉強しながら行けたらいいのかなって。でもなんかもう最初の、身構え方から違うというか、はい、結局誰も怖がってないから、はい、その怖がるために行くっていう部分がもう初めから省かれてるんですよね。なのでその行って何を感じて、どんな学びがあるかっていうそういう楽しみがあるんですよね。実際に心霊スポットって言われてる、もちろんそういう言われなんかはあるけど、
なのかな、我々が行って本当にそういったものを感じるのかどうかっていう、その先にあるものまで感じたいっていう部分があるじゃないですか。そうですね、目に見えないから存在しないっていう考え方の方はいらっしゃるんですけども、うん、空気って目に見えないじゃないですか、はい、当然人の心も目に見えないし、うん、まあ、機械を使えばその脳波とか電子顕微鏡を使えば成分とか分かるんでしょうけれども、うん、要は心霊っていうのは感性ですよね、心の目、心眼を使えば、ね、はい、そうですね、見えるので、うん、そういったものを開くか開かないか、あるいは開いてなくてもそれを敬うか敬わないかというのは、うん、とても大切なことだと思いますね、うん、まあ、つまり心を研ぎ澄ませる修行のような、うん、そうですね、うん、そんな旅を我々はしているのかもしれないですね。そうですね。で、先ほど出会って早々安倍さんから、はい、ご利益のあるという宮古の、はい、お守りステッカーついに、はい、完成しました。ちょっと見せてもらってもいいですか。はい、大丈夫です。あ、じゃあいつか、まあ、ありがとうございます。これはですね、まあ、安倍さんの知り合いに、まあ、デザイナーの方がいるということで、はい、もしそんなステッカーができたらいいなっていうところから、はい、この話が始まったわけですけど、もういいですか。あ、もちろんです。これです。可愛いんです。しかも結構あれです、種類もすごいデザイナーさんなんですよね。そうです、まあ、世界的なデザイナーさんです、ね、日本の方なんですけども、こちらと、はい、まあ、みんなが知ってる、はい、アクセサリーブランドのデザイナーさんでも、ちょっと本当ちょっと言えないんですけど、うん、絶対誰もが知ってる、誰でもあのブランドですよね。世界的な、はい、ブランドですよね。こういう感じですね。普通の紙のシールじゃなくて、はい、頑丈な、かなりいいやつなんです、ね、うん、素材ですよね、これね。ガチの作ったんで、味噌カステッカーも今制作中です。あ、味噌カステッカーは俺本当にあげるだけなんで。強力じゃないですか。もうお払いがっちりするんで。どんどんキャラクターが増えてますからね、はい、チャンネルも。いや、つまりこれステッカーという名のお守りですね。これそうです、ね、家内安全なんで、まあ、皆さんお楽しみにしてください。はい、まあ、このステッカーのみならず、まあ、この我々の人間 TV のオリジナルグッズを今そのデザイナーの方にもろもろちょっと作っていただいているという、今そういう段階なんですけども、まあそのうちまあスタッフジャンパーとか、うん、そういったものも作っていただけるんじゃないかなという、かなりかっこいいはずですよね。かなりかっこいい。ロゴが1回上がってきましたよね、はい、人間 TV の、はい、すごいめちゃくちゃ良かったですよね。かなりイケてますね、うん、楽しみですね。楽しみ、仕上がりがね、すごく楽しみ。絶対でいいものできると思う。いい、できると思います。期待してます。よろしくお願いします。お待ちください。